よし、じゃあ続きの方やっていきますか。踏みルートいよいよクライマックスですね。しばらく玉坂座に入る準備で忙しいと思って会うのを控えていたけど、そろそろ落ち着いた頃かな。そう、ふみはユニベール卒業後玉坂座の方に行くんだけど、確かネジもカイも行くんじゃなかったかな。キサルートでカイは行くのを迷ってたんだけど、結局行くことになったんだけどね。それにみんなも今日は土曜日、出かけてみよう。じゃあ例のごとく、あれ、ふみに会いに行くイベントがない。まあちょっと順番に1年生組から行こうか。おお、立花、お疲れさん。すずくん、何してたの？すずといえば屋上。おさらいかな。この1年いろいろな役やったからさ、ちゃんと体に染みついてるかなって。久々だから最初はぎこちないんだけど、しばらくやってるとちゃんと思い出せんだ。すずの役で一番お気に入りはあれですね、オーラマ・ハベンナのちょっと名前出てこないんだけど、最後ナイフ持ってね、河川敷かどっかに立ってるとこ、あれめちゃくちゃゾクゾクしたね。俺の中に王様からチャンスまでみんな入ってる感じ。熱心だね。最終公演終わって間もないのに。いや、時間いくらあっても足りねえよ。これからはジャックっつったら最終公演のフミさんが壁になんだろう。あの域に行くには稽古しまくらないとさ。カイさんみたいな受け止めるジャックエースもかっこいいけどさ、俺に向いてそうなのはフミさんみたいな目立っていくジャックエースだろうから、いつかジャックエースになった時フミさん追い越せるように頑張んねえと。俺だってお前の隣に立ちたいしさ、眠らぞうの時みたいに。楽しかったね、眠らぞう。あれ以来がっつり立花とパートナーって舞台ないからさ、ジレも片思いって感じだったし、俺だってまたお前と組みたいわ。そうか、ジレだ、ジレ。でもほんと課題が山積みだな。お前最終公演で頭一つ二つ抜けちまったから。いや、もしなんか続編とか出て、今度ね2年生編とかあるんだったら、またこの二人のタッグ見たいな。フミさんのアルジャンヌもすごかったけど、お前も全然負けてねえもん。そうかな。そうだって、めちゃくちゃハードル上がっちまってんの。でもまだまだチャンスはあっからさ、見てろよ橘。俺すげえジャックになって、お前と一緒にクォーツ盛り上げていく。おお、よし、じゃあ次そうちゃん行こうか。あ、キサちゃん、お疲れ様。お疲れ様。何してたの？僕はここでいろんな戯曲を見て台本の書き方を勉強してたんだ。台本の書き方？うん、ネジ先輩が前々から物を書く練習したらいいって言ってくれてて、セリフを分析できるから覚えが良くなるってのもあったんだけど。なるほどね。ほら、クオーツってずっとネジ先輩が台本書いてたでしょ。まあそれはね、ネジが天才だったからっていうのもあるんだけど、大体のその学校側が準備した台本とか使ってるんじゃなかったっけ。来年度からは。そうなんだ。一応ユニベールが用意してくれる脚本もあるし、ありものの予備もここにあるんだけど、それじゃやっぱりネジ先輩が作ってきたものに勝てないと思うんだ。ああ、勝とうとねしてるんだね。もちろん今すぐにネジ先輩を超えられるわけもないんだけど、いつか今やってることが実を結ぶかもしれないからさ。芝居を磨くことに集中したい気持ちもあるけど、これがこれからのクォーツにとって一番僕が貢献できることだって気がするから。すごいね、そうちゃん。私も手伝えることがあったら言ってね。手伝ってもらいたいことだらけだよ。ネジ先輩もカイさんやフミさんに相談することもあったからさ、みんなで作っていけたらいいね。先輩たちが残してくれた場所、ちゃんと芽が枯れないように育てていこう。うん、よし、次は美月だね。フミあるんだろうか。あれ、歌声あるよね、さすがに。ん、橘か。
今歌ってたのって。オーバーザウォール。本番までにお前に満足に教えてあげられなかったからさ。そんな、城田先輩の指導があったから最後まで歌えたんです。そう言ってもらえると嬉しいけど、単純にお前の歌もすごく良かったから、僕ももっと自分の武器を磨いておかないと。来季は歌だけに集中できないかもしれないし。そうだよな、来季から組長だもんな。クォーツの組長になるんですよね。ああ、不安ももちろんあるけど、精一杯やるよ。もちろんトレゾールの仕事も、場合によってはアルジャンヌだってやるつもり。あと作詞とか夜中に相談してみようかな。ネジさんに頼り切ってたツケが一気に来そうだよ。僕たち猫の手も借りたいってこういう時に言うのかな。私でよければ何でもお手伝いします。もちろん。でもお前はアルジャンヌに集中してクォーツを支えてほしいな。ネジさんが抜ける穴は大きいけど、フミさんのおかげでアルジャンヌは残してもらった。クォーツにはお前がいる。カイさんの分は織巻かヨナガ、それか二人合わせてなんとか埋めてもらわないとね。やることがたくさんだ、本当に。でも嫌な感じじゃないよ。ネジが抜けるのが一番痛そうな感じだな。来季もよろしくな、立花。よし、じゃあ次は校長最後にするか。立花くん、いいところに。ネジ先輩は部屋の片付けですか？そうだよ、まるで夜逃げ前日の様相だろう。期日までに終わらなければ先生方の手が入って、無理やり荷物を詰め込まれる。メモやら何やら山ほどあるから、適当やられちまっては大変なことに。貴重なアイデアもこのように美しく整理されてなければ見る気がうせちゃう。このように、どこに何があるのか僕は把握しているんだ。これほどまでに整理整頓された部屋はないね。しかし人は認めてくれない。春までにやっておきたいこともあるから大忙しよ。玉坂座入門の準備ですか？それもあるけどね。脚本の叩き台を作っておこうと。君たち来年1年間は多分脚本がなくて困るだろうから、とりあえず1年分。へえ、なるほど。残してくれるんだね、種を。え、私たちのために？学校推薦の戯曲なんてやらされちゃつまらないじゃない。君たちがどの時期にどんな配役で舞台に上がるか、起こりうるあらゆるパターンで書いておくのさ。と言ってもどれも叩きに過ぎないけどね。例えばこの新人公演は、君たちはサポート役で、当然ジャックエースとアルジャンヌはクーラン。じゃあ組み立てとか仕上げはもう美月とソウちゃんに任せる感じかな。具体的な方針としては、織巻くんがジャック、立花くんがジャンヌのフォローで、白田くんは組長として全体の統括と歌唱指導でしょ。与永くんには発生するであろうこの叩き台の脚音と現実の状況の齟齬を埋めてもらう。台本を手直しして作品に仕上げてもらうのさ。とまあ新人公演ならこのお仕事配役が妥当だろう。すごい、お話ももう書いてあるんですね。何種類かあるから好きなものを選ぶといい。これ以降も変わり種で言えば、織巻くんと与永くんのダブルジャックエース、あとは白田くんのアルジャンヌ、トレゾール兼任なんかもある。つかさシステムだね。時間が経てば経つほど僕の想像からは離れていくから、使えないものも増えていくだろうけど、クォーツってそういうクラスだからね。だからできるだけ数を作っておきたいんだ。使わないにしても何かの道しるべにはなるだろうからさ。やべえ、マジでこいつは。ネジ先輩、フミが後輩たちに何か残したいと言っていた気持ち、改めて分かった気がするよ。君たちのような才能相手なら試したいことが無限に湧いてくる。王国のシシアも、この一年やってきた舞台も、全て僕の宝物だ。その宝物をどうかまた次の1年、その次の1年も大事にして、そしていつか君たちが卒業するときには、
また次の世代にそれを伝えていってくれたら嬉しいな。それが先輩の願いだよ。ネジ先輩。それからこの部屋のお片付けを手伝ってもらうこともね。手伝います。ありがたい。台本を複数あらゆるパターン想像して用意してるのか。やべえな、その作業量。立花か。カイさん、何をされていたんですか？散歩だな。ここに来るといろんなことを思い出せる。ユニベールに入る前のこと、入ってからのこと、最近のことも全部だ。月先輩とフミがパートナーだった時のことをふと思い出した。俺はそれをスポットライトの外から見ていた。ジャックでもジャンヌでもない。役なんて与えられなかった時のことだ。あの光の下で歌って踊るのはどんな気持ちなんだろうと、遠い国の出来事でも眺めるように二人を見ていた。そして最終公演、俺は座長としてスポットライトの下に立っていた。隣にはフミやお前たち、みんながいた。幸せな時間だった。いろんな巡り合わせが俺をあの場所に導いてくれたんだ。こんな風に綺麗なものが見られるなら、これから先も歌劇を続けたい。玉坂座に行けばまた学ぶことができる。やっぱり行くんだね。フミもきっとそこでいろいろ成長していくことだろう。そこでまたお互いの経験を共有していけたら、そう思っている。いつかもしお前が玉坂座に来る日があるのなら、その時はお前と一緒に舞台をやりたい。また最終公演のような幸せな体験ができるかもしれないからな。俺たちがクォーツを卒業してもその花を忘れないでくれ、立花。いつかあるのかな、玉坂座編。立花、校長が呼んでいた。今から来られるか？校長先生が？わかりました、すぐ行きます。よう、立花、どうだ、ユニベールでの1年を終えて。楽しかったです。楽しかったです。あんなすげえ舞台やってのけたんだ。そりゃそうだろうな。街でも学内でもユニベール史に残る最高の舞台だったと評判だぜ。お前のこれまでの道のりもしっかり見えてさ。お前はこの1年間でクラスに必要とされる人間になった。大したもんだよ。お前が女だってことが世間にバレたらユニベールにいられなくなるのは変わりねえが、貴重な人材を失いたくねえんだ。気を引き締めてこれからも励めよ。はい。なあ、覚えてるか、俺が声をかけたあの日のこと。神社の前か。神社ですか？ああ、俺はお前に立花月は天才だった、お前はどうだって尋ねたな。めちゃくちゃ印象深いセリフ。お前も天才だったよ、立花貴さん。このユニベールでお前の夢を叶え続けな。はい。しかし高階が卒業か、立花のためにずっと陰から立ち回ってたんだろ。あいつが女だってバレないように。おそらく。ん？知ってたの？え？フミがキサが女だってことを知ってたことを知ってたの、この二人は。あいつは勘のいい生徒ですから、ごまかせません。立花もこの一年をかけて成長しました。高階の手を借りつともやっていけるでしょう。高階がそう育てたのかもしんねえな。ほんとできた男だよ。小さい頃月兄とそうちゃん
私の3人でやった演劇ごっこ、ユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台。夢を諦めようと必死だった私、その夢をつないでくれた校長先生、試験を受けて合格してユニベールに入学することができて、公園に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。私の手を引いてくれたのはいつだってフミさんだった。どこまでも遠く遠くへ突き進んでいくフミさん、その足取りについていけるか不安になったこともあったけど、そんな私のためにフミさんは立ち止まって一緒に歩いてくれた。パートナーになれたんだ。私の器はフミさんからもらった花でいっぱいになった。寂しいけど、これから先も歩いていける。行ってこいってフミさんが言ってくれたから。フミさん忙しいかな。あ、フミさんのステップだ。フミさん、キサ、やはりダンスルーム。なんとなく来るんじゃねえかと思ったわ。なんとなくいるんじゃねえかなと思ってたわ。え？どっかで気持ちがつながってんのかもな。俺たち会えなくて寂しかったわ。忙しいだろうと思って。まあな、玉坂座入門の手続きもだけど、ごひいき衆に挨拶回りもしてきた。日曜の名に恥じないように切磋琢磨して参ります。ってな。じゃあ公に時間をもらえたんですか？あ、兄貴にも親父にも助けられたよ。よかった。フミさん、周りにも認められて玉坂座にいられるんだ。お二人ともフミさんのことを誇りに思っていますよ。だといいわ。口にしてしまった以上、それに恥じないように生きていかないとな。よっ。あ、見たことない振りだ。最終公演を経てまたアイディアが湧いたんだよ。だから踊って体にメモしてんだ。体にメモしてんのか。玉坂座の準備も兼ねて。うん、いや、そうじゃないよ。お前と共有したいって思ったんだ。私と？うん、お前と。だってお前、俺が投げた言葉一つ、教えた動作一つでさ、何色でも色を変えちまう。その色の鮮やかなこと、それを見て俺もまた頑張れる。俺の色も負けちゃいねえってさ。そうやってお互いを高め合える。キサ。はい。これからもお互いが発見したこと教え合いたいんだ。だからなんつうかさ、卒業しても俺のパートナーでいてほしい。そのつもりでしょう。これじゃまどろっこしいな。お前がユニベールにいられるようにちゃんとするからさ、俺の恋人になって。え、むしろ恋人じゃなかったのか。はい。俺はそのつもりだったわ。なんで俺の早とちりかよ。私を恋人にしてください。じゃあ決まり。今日からお前は俺の彼女。ああ、嬉しいわ。お前を初めて見たとき、すげえワクワクした。これから何が始まっちまうんだろうってさ。まさか、こんな未来が待ってたなんてな。俺はお前とのこと、運命だって思ってる。これからも二人で、歩いていこうな。赤い糸で結ばれた二人だ。
おー、これにてジャック・ジャンヌ高階サラフミルート最終回です。いやー、よかったね、フミルートって言っても、まあ、キサ以外の個別のルートをたどるのは、フミが一番最初、うん、フミを一番最初にやりたかったんだよね、うん、個人的に。すげえお気に入りのキャラクターだったから。キサルートは結構、ドロドロしてた印象がある。このフミルートと比べると。例えば冬公演、冬公演じゃないわ、冬公演終わってその最終公演に至るまでの2ヶ月ぐらいはすごい配役のことで悩んで、ギスギスしちゃったけど、まあ今回はまあね、あのフミとキサ、アルジャンヌ、キサがアルジャンヌでジャックエースがフミってことで、今度キサがうまく演じられるかどうかみたいな、そういうところでちょっと葛藤はあったんだけど、まあ結構前向きだったのかなと。明るめの物語だったというか、特にそれを一番感じたのは田中幹注意が、我しなり、自身の演じるガシャドクロのその相方というか滝姫役に、桃梨と神谷を2人選んだってことですね。キサルートでは2人とも選ばずに自分一人で、全て演じ切ったというか、まあ正確に言うと滝姫は演じなくて、あたかも滝姫がそこにいるかのような、錯覚を覚えさせるほど素晴らしい演技を一人でやってのけたっていうことだったんですけど、その時もう移りは完全に壊れちゃって、なんかもう絶望の淵に立ったみたいな。今まで一生懸命やってきて、注意のために必死に注意に食らいついてきたんだけど、結局最終公演では、注意に選ばれもしなかったっていう、もう戦力外通告みたいなもんだよね、されて、まあ壊れちゃって、ちょっとね、注意は普段からすげえ悪口言ってくるんだけど、さすがにちょっとかわいそうになったな。うん、まあ努力してるやつっていうのはどれだけ性格が悪くても、なんか俺はなんだろう、いいやつに見えちゃうんで、それなりに頑張って実力もあるし、うん、だから踏みルートでなんか2人がちょっと報われたというかね。あと見えなかった部分、キサルートに見えなかった神谷うりと桃梨角斗の実力っていうのも、そのスチルで1枚明らかになったし、滝姫2人で演じてるとこね、それ良かったかなと思いますね。僕はあの2人大好きなんでだから敵じゃないですか、まあ、言えば敵なのに、なんか敵に感情移入しちゃうのってすごく、なんだろうな、いい敵だと思うんだよね根っからのクズじゃないじゃん、2人とも結局その舞台にかける思いみたいなのが見えちゃうから、まあ多少口が悪かったり性格が悪かったりしても、まあまあここにいる人間は全員本気で舞台が好きで一生懸命やってる人間しかいないから押せるなと思いつつ、あの2人が一番好きかなってとこですね。はい、またですね、次回からは別のルートをたどっていきたいと思いますので、そちらの方もよかったらご覧になってください。高階サラフミルート最後まで見てくださった方ありがとうございました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。ユニベール公演まだ続きがあったわあの日の胸の高鳴りが今も体の奥で行動してる。めちゃくちゃいい締めだったんだけどな。ユニベールが、ここが俺の青春だったんだな。こっから先も楽しいことが待ってるといいな。そうですね。勝手に入っていいのかいつも思うけど本当勝手に入ってるな。にしてもシシア、最後の即興国境公演ですか。あんなの卑怯だわお前。でも本当にそうしたくなったんです。シシアも私も。抱きしめたやつか。まあ俺もあの時はアドラで
俺自身だったか。いつでもしてあげますよ。フミさんの恋人ですから。お、なんだ、妙に色あるじゃないか。まったく誰に似たんだだからってところ構わずってわけにはいかねえだろ。だからほら、これ。ん？あ、鍵？うん、鍵。部屋の鍵か、家の鍵か。春からの俺の部屋の。そこなら好きなだけ二人でいられるからさ、遊びに来いよ。